あの名護市長選で、あの推定議席反対派が最前でございます。その結果をどのようにか。これはもう市民の皆さんのご判断で、非常に投票率の高い中でのこういう結果ですからね。名護市民の皆さんのこれは意思として、政治はきちっと重く受け止めなければいけませんね。あとはまあよく言われている国全体の事柄を自治体の選挙で決めていいのかというこの問題意識、これは僕もあります。ですから都知事選においてね、東京都におけるエネルギー政策は都知事選でそれは決めるんでしょうけども、まあ、国全体のエネルギー政策について、まあ、都知事が権限を持っていない中でそれを都知事選挙で問うてもいいのかっていう問題意識、僕は以前それをそのように申し述べました。やっぱりこれは国と地方の役割分担を整理する、権限と責任を明確化するという、まあ、僕の統治機構論からすればね、国の選挙で問うこと、地方の選挙で問うこと、やっぱりこれももっと中身を詰めて民主主義を成熟させていかなきゃいけないとは思うんですが、まあ、それでもね、名護市長のこの選挙で、この名護市民の皆さんがこういう判断をした以上は、全く無視するわけにはいきませんから、やっぱり、日本の民主主義っていうのはいいも悪いもかなり成熟している民主主義でね、どこかの国のように政府が決めたことをご利用しできるようなそういう統治機構ではないですから、まあ、僕は辺野古移設そうすべきだというふうに思っていますので、また安倍政権もそのように考えているんでしょうから、これから名護市民の皆さんと名護市長との協議を丁寧に進めてもらってですね、やはり普天間を固定化させない、日本の安全保障のためにも辺野古移設にどうか市民の皆さんにご理解していただけるように、政治として丁寧に協議をしていかなければいけないんじゃないでしょうかね。そういう今国の統治機構なわけですから、もしこのようなことが問題であれば、ね、国と地方の役割を明確化させる、責任の所在を明確化させるという意味での何か統治機構の基本的なルールをやっぱり作らないとダメですね。これが使用済み核燃料の最終処分地の受け入れの問題はじめね、もう全て国の統治機構に関わってくる問題になりますから、やっぱりこの国と地方の関係で問題があるというんであれば、それはきちっと民主主義の手続きに従って法律という、まあ、そのルールを作らなければいけない。今の法体系の中ではやはり政府は名護市長と名護市民と丁寧に協議をしていくというしかないんじゃないでしょうかね。